新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回普通だったね。はい、オープニングね。オープニング普通でしたね。フレディ・マーキュリーの話はもうしないよ、新年。あ、もうしないですか。しないよ。見に行ってないでしょ、だって。見に行ってない。ダメだね、はい、ダメだね。人生の5分の1ぐらい損しちゃったよ。大丈夫。はい、大丈夫です。新年一発目、はいね、はい、ちょっと感覚空いちゃったけど、はい、前回の、スペースマーケットの島津さん以来、はい、ちょっと1ヶ月ぶりぐらいかな。そうですね。ちょっとまあ新年明けたんでさ、はい、ちょっとキュッと詰めてやっていきたいなと思ってるんで、はい、楽しみですね。よろしくお願いしたい。お願いします。新年一発目、はい、濃いめに入ろうかなと。ぜひ濃いめの人を呼んでますよ。楽しみです。色は白いけど中身は濃いです、はい、今日ね、一応仕込みも入れてきた。俺ちょっと彼にちょっとぶつけてやろうと思って。バカました。楽しみですね。そうそうそう。じゃあちょっと呼んでみましょうか。はい、呼ぶのやめます。いつも話せない。行きましょうか。はい、はい、ディバースの最高経営責任者の沼倉社長です。はい、どうぞ。こんにちは。はい、来ました。はい、こんにちは。はい、来ました。どうもどうも。はい、ご無沙汰で。ご無沙汰です。どうも、お久しぶりです。お久しぶり。何年ぶり？2年ぶりぐらいですかね。そんなぶり。うちの会社が新しいオフィスに移った時のパーティーに来てもらったんですね。そうだよね、はい、そう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 。でもそんな気がしないぐらいだよね。まあ毎日 Facebook のフィードで見てるんでね。もう毎日あのヒゲの顔見てるから。なんかもう見慣れてるみたいな。いや、それもう沼川さんそのまま返すから。もうツッコミどころが満載だから、どっから話せばいいか分かんないぐらいなんだけど、ふざけた話から入ると前半からずっとふざけちゃうから、うん、せっかくだからね、うん、今日沼倉さんの会社はさ、あのディバースって会社なんだけど、うん、VR をね、はいはいはい、もう沼倉さんはもう俺がもう会った中で一番最初の VR の話を俺にしてくれた人、うんうんうん、で俺に最初に初めてオキュラスリフトをかぶした人なんだよ。ああ、そうだね。もう何年前、4年、5年、もう何年前、ね、そうですね、5年前かな。5年前ぐらい、はい、そうだよね。2013年だと思いますよ。そうだよね、うん、俺が D2 にいた時に、うん、オフィスに持ってきてくれて、沼倉さんが俺にかぶせてくれたんだよ、うん、アオキラスを、うん、俺その時は、まあ、ジェットコースターみたいなやつだったけど、うんうん、それだけでも俺もびっくりして、うん、あとねこう太陽系のこう地球太陽系のこう惑星を俯瞰して見るやつ。それを沼倉さんが5年前に見せてくれたの。ああ、最初の頃はね、あれいつもみんなに見せてたんです。そうだよね、うん、あれからも5年。そう、5年経ちましたね。あ、いや、まだ生き残っててよかったです。いやいや。まあちょっと乾杯する。はい、はい、ですね、はい、もう最初大丈夫できたら、はい、じゃあ、はい、お疲れです。はい、はい、どうも、あげましょう。どうも、どうも。いや、久しぶりだからね。まあその後の5年のさ、はい、月が経って、もうディバースもね、はい、もうだいぶ、まあニュースも見てるけど、はいはい、変わってきてるものあるし、今日は初めて聞く人もいるから、はい、まあ、ディバースのさ、その VR の取り組みみたいなのをさ、まあ、ちょっと聞かせてもらおうかなと思ってね。まあ、宣伝みたいな感じでいい。まあ、全然いいよ。全然いいって。わかりました。あの、うん、ディバースはですね、2014年にあの VR の、 そのソフトを作る、うん、専門の会社として、うん、まあ、作ったんですけど、うんうん、最初2013年にそのまさに VR を見せてた時、うんうん、GGA に VR 見せてた時に、うんうん、あの国内で投資を集めようと思ったんですけど、うんうんうん、あのこんなおもちゃみたいなの流行るわけないじゃんってみんなに言われて。で、誰からも投資受けられなかったんですよ、うん、国内は、で、まあ、僕その前も会社をやってて、うんうん、で前の会社を一回僕あの自己破産してたんで、うんうん、だから銀行からお金借りれないと、うんうん、まあ、なので投資を受ける以外の道がなかったんで、うんうん、まあ、で国内からも投資得られなかったんで、うんうん、仕方なくアメリカに会社を作って、うんうん、海外で投資をもらおうっていうので、うちアメリカの会社なんですね、うん、へー、アメリカの会社。そうなんです。デラウェアからデラウェアですね、うん、はい、だから、まあ、今も名称を足すとアメリカの会社なんですねって驚くんですけど、うん、仕方なく作っただけなんですよ。そうで、まあ向こうに会社を作って、うん、まあ、それでもやっぱり最初は全然投資もらえなくて、うん、7ヶ月間ぐらい投資はもらえなかったんですけど、一番最初に韓国の会社から投資をもらって、うん、でそこからまあなんとかこう一生懸命やってきて、うん、まあ、今に至るという感じですかね、うん、はあ、で VR って最初はそのさっきのジェットコースターみたいな、うん、こうエンターテインメント、今もなんかゲームとかが結構話題になってるんですけど、うんうんうん、エンターテインメントで話題になったんですけど、うん、でうちも最初エンターテインメントやってたんですよ、うん、やってたんですけど、
まあ、エンタメやるにはまだちょっとこうゴテゴテしてたり、うん、なんか高かったり、うん、なんかもうやるのもめんどくさかったりみたいな、うん、まだまだちょっと課題もあって、うん、あとできることもちょっと限界あるなっていうのが分かってきて、うん、で、まあ、その中でお客さんからデザインとか建築をやってるお客さんが、うん、これ VR 建築で使いたいんですけどみたいなご、うん、相談を受けて、うん、でうちの方でちょっと試しに作ってみたんですよ、うん、建築のソフト、うん、したらそれが好評で、うん、で、あれこれいけるんじゃないかなと思って、うん、専門のそういう展示会にも出してみたんですよ、うん、したら会場に来た人の8割9割はああこれが流行りの VR ねみたいな、うんうんうん、ああまあこんなやつだよねははみたいな感じで通り過ぎてたんですけど、うんうん、2人だけ、うんうん、やばいと、おこれ今の状態でいいから売ってくれって言われて、おこれでいいって言われて、いやこれまだ作ってる途中です、うんうんうん、いやもうこれでいいんだと、うん、もうこれがあれば俺のやりたいことができるって言われて、うんうん、あこれあるなと思って、うんうんうん、で2016年の1月から、うん、うちはエンタメをやめてビジネスに変えた。なるほど、なるほど。でビジネスに変えてから国内でも VR が流行り始めて、うん、で日本のベンチャーキャピタルさんも VR の投資とかが始まって、うん、でうちってVR のスタートアップってそういう投資を受けるような会社としてはすごい初期に立ててたんで、うんまあ、VR が始まった時に流行り始めた時にあれそういえば沼倉ってやつがやってるみたいな感じになってたんで、まあ、そういう意味では最初にやってたんで一番最初だもんね。本当にまあ初期ですね、うんうん、大学とかでは昔からやってるんですけど、うんうん、そのスタートアップっていう意味だとやっぱ最初の頃でしたね、うんうんはい、でまあ投資をいただいて、うん、で今もその建築デザインとか、うん、あと今土木とか、うんうんうん、そういうところで使うための VR のソフトを作ってるのがうちの会社です、うんうんうん、シンメトリーだよね。シンメトリーっていう名前ですね。名前はどっから来たの？名前はね、まあ、いろいろ紆余曲折がありまして、うんうんうん、最初は、まあ、その VR を使って建築とかデザインするから、うんうん、やっぱり現場の人が分かりやすい名前じゃなきゃダメだっつって、うんうん、VR デザイナーって名前だったんですけど、うんうん、こんなクソダサいのPC9801 って書いてある感じのパッケージにフロッピーディスクですかみたいなみたいな名前だったんですよ、うんうん、でまあ、ダメだなって言っていろいろ考えて社内で、うんうん、でその時にその今まで その建築とかデザインって図面を使ってるわけですね、うんうん、その上から見た図面とか横から見た図面とか、うんうん、あとはパースとかイメージのカンプって呼ばれてるような、うんうん、お店こんな感じになりますみたいな、うんうん、イメージを打ち合わせしながらあじゃあこういう風にしましょうみたいなのやるんですけど、うんうん、やっぱりそこで見たやつが出来上がってみるとなんかあれもっと広いと思ったのになんか意外と狭かったなとか、なんかもっと明るいと思ったのに意外と照明暗かったみたいな、うんうんうん、やっぱどうしても違いがあるわけですよ、うんうん、家の内見の写真とか見て意外と広いと思って行ってみたら、うん、なんかあんま広くなかったみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あれが要は VR で解決できるんじゃないかってことで僕ら始めてて、うん、だからそれって要は頭の中で思い描いてるイメージとか、うん、アイディアとかを相手にこのそのまま伝えられるだろうと、うんうん、でそのイメージを伝えるだけじゃなくてでお互いにここをこうしたいっていうそういったのも相手に直接伝えられる、うん、だからもう自分の考えを鏡みたいに相手に伝えられるっていうので、うん、まあシンメトリーにする。なるほどね。っていう意味でのシンメトリーっていう名前になりましたね。なるほどね、はい、いやだいぶ俺沼倉さんのタイムラインで見てるからある程度置いてるつもりだけどもうだいぶいろんなところでも採用も決まってるしさ、まあ、いろんなところで、はあまあ、展示したり評価を受けたりしてると思うんだけど、はあ、今、まあ、言える範囲でいいんだけど、まあ、どれくらいのところでこう企業クライアントとお付き合いをされるようになってきたの？うちは2017年の2月の14日に最初の第1弾を出した、うん、そのシンメトリーのアルファってやつが、うん、2月の14日っていうのは僕がチョコが好きなんで、うん、バレンタインデーに出そうって言って、うん、ちょいちょい沼倉チョコ好きだからね。そうチョコ好きだから、まあ、バレンタインで可愛いしみたいなので出して、で今そのシンメトリーアルファが世界110カ国、うん、で今1万だいたい400ちょいぐらいですかね、うん、の企業さんあと個人事務所大学で使ってもらって、でそのうちのだいたい
60%が継続的に使ってる方で、うんはい、おで平均の、まあ、使ってる時間っていうのが今9時間ぐらいですかね、うん、か結構ガチッと使ってて、うんうんうん、あの VR のソフトとかって大体平均の利用時間って2時間ぐらいです、うんうんうん、要はそれで終わっちゃうんですよ、うんうんうんまあ、だけどうちのは仕事で使うやつなんで、うんうん、結構皆さん長く使ってますよね、うん、なるほどね、はい、あじゃああれなんだあのプロダクトってグローバルで使えるようになってるんだ多言語化していて、はい、あのうち日本語版出してないんですよあもう英語版しか出してないそうなんだなんでかっていうと VR ってこうやったことある人だと分かるんですけど、うん、かけて、うんまあ、自分がその場にいるみたいにこう見えるわけですよなので例えばこう手見ればここに手があるとか、うんうんうん、右見れば右に何かあるとかって割とすぐ直感的に分かるので、うんうんうんメニューとかいらないんじゃないみたいな、うん、なので言葉を使わないでも使えるような僕らのノンバーバルとか言いますけど、うん、ノンバーバルなユーザーインターフェースができるんじゃないかっていうところで、うんまあ、日本語版はもういらないだろうと、うん、ということで日本語版はもう最初から言えてなくて、うん、今英語版だけですねなるほどだからうち使ってるあの地域が北米とヨーロッパとアジアとそれ以外で大体4分の1ずつぐらいですあ、そうだったんだ。はい、だ日本がアジアの中国含めた中の一つですかね。なるほどね。じゃああれだ、日本のクライアントはそんなにいないっていう感じ？まあ、日本もいるんですけど、うんうん、ただどっちかというと海外の方が多いですかね。そうだね、はい、そうなるね。でね、要は建築とかデザインって世界中でやってて、うんうん、もう世界共通なわけですよ。うんうんうん、でファイルもそのPNG とか、うん、あの JPEG とかと同じで、うん、世界中で同じファイル使ってるから、うん、だからあまりこう国境差がないというか、うんうん、なのでまあグローバルで使っていただいてますけどね、うん、なるほどね、うん、いやもう今はもう VR とか AR とか、まあ、MR とか、まあ、当たり前のように、まあ、そのまま千葉で喋られるようになったけど、うん、俺が沼倉さんに最初にあの VR の、あ、まあ、ゴーグル隠させられて見せられて話された時、うんはもうまさに何だろう、もうあのこういう感じの世界になっていくのみたいな、うん、まさに先駆けだったからさ、うん、で沼倉さんも1年ぐらいほら何ていうのかな結構フリーでさ、はい、こうしっかりとこうなんだその市場とか環境結構見たり調べたり調査してた期間結構あったじゃない1年ぐらい。そうですね、海外も見て、うんまあ、いろんなプロダクトの状況を見て今後の市場感、はいまあ、自分で感じてみたいな、うん、でそっから実際企業にもう一回立ち上げで入っていってたでしょ、うんうんあの流れからさ今ここまで5年ぐらい経ったけど、うん、沼倉さん的にはこの5年間の流れみたいなのってどういうふうに見えてるの、うん、遅いとか早いとかどんな感想を持ってこの5年見てるの、想像してたのよりは早いけど、うん、会社としてやるのには遅いですね、うん、自分たちの会社としては遅い、うん、まあ自分たちとしてっていうか、うん、会社ってやっぱりそのお金稼がないと生き残れないっていう意味で、うんうんうん、まだ多分世界中で見てもお金稼いでる会社ってほぼないわけですよ、うん、5年経ってみます、はい、でまあ実際5年って言っても僕が始めた時はまだ市販される前で、うん、その開発者用のキットが出たばっかり で、うんうん、で市販されたのって2016年なんで、うんうん、実質まだ2年ちょっと3年ぐらいしか経ってないんですよね、うん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 、だからまあそういう意味ではそんなにまだ経ってはいないんですけど、うんうんあの VR で実際に儲けてる会社って多分ほぼなくて、うんうんあのまあ、今あるのはそういう受託とかで、うんうん、あのイベントとかあの、ね、コンテンツ作るとかっていうのはあるんだけど、うんうん、いわゆる僕らのスタートアップ業界でいうところ の、あのパッケージソフトウェアだとか、うんうんうん、SaaS だとか、うんうんうん、っていうようなので儲けてる会社っていうのはまだもう限りなく少ないので、うんなるほどね、だそういう意味では会社としてやるには多分まだ難しくて。なるほど、うん、なかなかそのお金稼いでやるっていうようなのは、うん、無理なので僕らみたいにその投資を受けてやらないといけなくて、うん、で投資受けててもまあバンバン潰れてるわけですよ、うん、もう今月も先月も VR とか AR とかの会社バンバン潰れてる、うん、だからもう今多分ちょうどこれからいっぱい潰れる感じじゃないですかね、うん、あの2015年ぐらいから投資が始まって、うん、投資受けたところがそろそろお金がなくなって、うんまあ潰れるわけですよ。そうか、これから多分倒産ラッシュでしょうね。そうか、はあ、うちもあの去年も潰れそうになったんで、うん、そうか、うん、いやだからもう多分みんなそんな感じになると思います、うんうんはあ、だからここを生き延びていけたら、うん、この後のこの後でしょうね。そうだよね、はあ、
そうだろうな、まあ、一時期のわーっていう温度感とちょっと市場に対して冷たい意見も、うん、ぼちぼち去年ぐらいから少し出てたりもするじゃない。いやもうバンバン出てますまたバンバンオブラートに包んでいっていやそのまま伝えようとしてるのガサンとくるからもう逆に去年の頭ぐらいが一時期も VR ダメだよね、うん、終わりだよねって言われてたんですよ、うん、それが今年の今ちょうどやってたあのセス、あのラスベガスで毎年やってる、まあ元々あの家電量販店の展示会ですけど、だいぶ変わってるよね。はい。でそのセスで今年はもう AR とか MR のもうデバイスだらけなんです。あ、ガンガン言ってる。で、本当にあれやっぱりすごいんじゃないってまたなってきて、だからもう毎年ダメなんじゃねいいんじゃねダメなんじゃねいいんじゃねみたいな繰り返してますよね。なるほどね。はい。ただまあ投資はちょっと冷えましたけどね。なるほどね。もうその売り上げが出てないから。なるほどなるほど。いや俺ね沼倉さんにすごいあの当時教えてもらった資料今でも持ってるんだけど、あのこの後どうなってくんのみたいなの俺も全然分かんなかったけど、はいはい、俺も一応新規事業関わってたじゃない、はいはい、だから沼倉さんに結構聞かせてもらうことがあって、で沼倉さんがあの当時話してくれてたことでもう資料もしっかり今も残してんだけどさ、あの端末がねこの何ていうの、高機能のこのゴーグル型のものの次に来る、いわゆるまああの当時でいうハコスコとかのいわゆるこういう紙でできたような簡易型のあのゴーグルがまあ世の中にわっとまあ反則ツールとしても出てわっと広がっていくことで、このいわゆるVR というかこういう市場感がこう一般のピープルのところにダーって流れ込んでいく時代がこの後来るんですみたいなところの前の時にその話をしてもらっていて、あ確かにそれ企業の反則ツールとかでも、まあ俺のキャリア系にもいたから、あのこれで配ってって言ったら結構わーっと、世の中に広がっていく可能性あるなみたいなことを聞いたのをすごく覚えてる、うん、今でもね、もう5年前になるのかなと思いながらさ、でもその空気感ってあんまり出てなかったよね。まあなんか昔 AR が AR も昔流行ってたんですよ、なんかあの新聞とかにね、こう携帯かざすとこうなんか仮面ライダー出てるみたいな、キャンペーンとかでなんかいろいろやってたんですけど、結局なんかでなんだみたいな感じであんまり流行んなくて、あれと似たような感じでしたよね。なんかこう話題がまあバーって出たんだけど、結局そんなに面白くなかったんですよ。なるほど。 VR ってなんか言うほどは。なるほど。でまあそれが一段落して、で一般の人はまあこんなもんかなみたいな、まあそれでもまだやってる人そんなにいないんですけど、で逆にそういうビジネス向けとかだと、あこれ便利じゃん、これあった方がいいじゃんっていうところに今なってきて、だからどっちかというとエンタメよりもやっぱビジネスの方が、あの今これから本格的に使おうっていうような感じに徐々になってきました、ごめんね俺最近だからあんまり勉強不足でさあんまり状況知らないんだけど、こそ B2B で、あの VR をソリューションとして作ってるのって、まあ、建築業界では今ディバスがいるじゃない、それ以外にも いくつかいろいろあるの？ありますよ。B2B 向けの VR のソリューション。もともとは多分そういう建築のソフトを作ってる会社さんとか、ドメスティックだと、そういったところがやってますよね。あとはまあ海外だとスタートアップとか結構あるんで。やっぱり建築とかそっちの業界で？まあ建築は多いですよね。多いなんでかっていうと、もともと建築ってそういう 3D のデータを作ってたんで、だから相性がいいわけですよ。もともと 3D データがあるから、それを VR に入れてやればいいじゃないみたいな。だからゲームも全く一緒で、ゲームも 3D の、 あのモデルとか使ってゲーム作ってたんで、だからそのまま使えるっていう意味ではまあ相性が良くて、なるほどね、だからまあなんでうちが建築だったかっていうと、たまたまお客さんから最初やっぱそういう話があったんでやったっていうので、僕別に全然建築の人間でもなんでもないんで、だから全然門外観で入ってたんですけど、やってみるとやっぱ面白いわけですよ。で僕らやっぱスタートアップって最初に考えたこういうのやろうと思ってやっても、やっぱなかなかそれが別にハマるかっていうことわけでもなく、むしろ自分が全然想像してないようなところに行ったりもするわけですよ。だから割とまあなんかこう柔軟に、なんかむしろお客さんがこういうの望んでんだったらこういうの作ってみようみたいな感じで流れ着いたのがまあ一番のところですよね。なるほどね。今ディバース自体は何人ぐらいになったの？今10人ちょっとぐらいですか、ね、ああそうなんだ、去年までは30人ぐらいいて、もう一気に50人ぐらいまで増やすぞって言ったんですけど、まあその投資がなかなか得られないっていうのがあって、去年すごいうちって次シリーズ A っていう投資をもらう段階だったんですけど、結構なかなかもらえなくて、で苦労して苦労して、でももう潰れんじゃないかみたいな感じになって、まあ、一応年末に投資が終わって
て決まって、まあ、生き延びたんですけど、まあ、その過程で年末今年の年末のついこの前先月あそう、はい、うんうん、そうだからもうあれですよ鳥人間コンテストみたいな感じでもうこう地面すれすれでこう一生懸命もうどこまでこうやって一生懸命こいでるわけですこう着水しないように笑っちゃいけないようなネタで大爆笑誘ったいやいやでも大体どこもそうなんですよ、もうとにかく死なないように一生懸命こいで、まあ、表面上涼しい顔してますよ、まあ、全然ふんみたいな、はい、してますけども下じゃものすごい勢いでこいでるわけ白鳥みたいな感じでねオフィスすごいかっこいいのよ。あ、そうなんですか。あのオフィスすごいダイナミックな絵があるんだけど、最近はりかしオフィスにこうほら、そういうグラフィック、壁に見立ててあると思うけど、結構先駆け的にね、またバシーンとね、ちょっとビビッドなやつ、そうですね、あるよね。だ個人的には、ね、結構先駆けをやってるつもりで、そのオフィスに絵を描くとか、あとはなんかアーシャみたいな写真を撮るとかね。アーシャみたいな。もう本人から言ってきたから。見せようかなと思って、どれくらいのそんなの用意してやるの絶対やってやろうと思ってこれちょっとね、もう見せようと思ってね、ちょっと待ってね、うん、あら嬉しい。前にね、もうそう、俺これ笑っちゃってさ、来た時話す機会があったらぜひ話そうと思ってて、で沼倉さんがね、何ヶ月前から数ヶ月前にそのスタートアップとかベンチャーの紹介写真がアーシャみたいすぎるっていう、まあ、ちょっとディスり記事が上がってたのよ、でそれに対して沼倉さんがさ、いやそれの走りって俺たちだったんじゃねっていうつぶやきがあって写真を上げていたので、それをね、もう今日絶対話してやろうと思ってこれさっき遡って見つけてきた写真あら、ちょっとね、ありがとうございます。公開して思って、これがまず1枚目画面見える、これはあの新しいオフィスに移った時の最初の、見てこの雰囲気感ほら、このあの立って一番奥にいるあの黒い人がこれ沼倉さんね。そうですね、はい、うん、いやこれ大変だったんです、撮るの、あのみんなこんな写真撮るの嫌だって言って、そりゃそうなかなか全員反対してて、うるさいっつって、いいから全員バラバラの方向見ろって言ってやってるよね、そう、もうものすごく黒のたまものなんですよこれ。そうでね、次の2枚目がねこれ、そう、これもね、お正月で、あれ、なんで、あれどうやって戻るんだっけこれ、もう一個バツして、バツ、はい、でこれをちっちゃくして、あれでも一個消えちゃったまあいいや、こっちだ、そうこれは ね、ほんと立ち上げたばっかの頃、そうだよね、初期面ですねこれこれはもう韓国のアイドルかなみたいなこれ、こう立って並んでくれって言ったの、言いましたよしかも下で撮ってくれって、これは VC の人に頼みましたあの煽って撮ってくれって全員何ですかって言ってもう意味が分かんないけど、とりあえずあそこ見ろって言って撮ったのこれとかさ、あのみんなやっぱでもついて頑張ってるよね、でもみんなもさ、一応みんなね、あのついてきてはくれてますただ何なんだって思ってますよねそもそもなんかその会社とかそういうスタートアップでこんな写真撮ってなかったんでそうだよね、だからまあ俺たちは逆でいくと、そうだよね、だからあのうちの人材の採用のページにもよくあの会社ってあの和気あいあいとした会社ですみたいな、みんなでなんか笑い合ってるみたいな写真載せるじゃないですか、うちはもう逆でいくぞっつって全員睨みつけろって言ってあの睨みつけた写真を載せたんですよ、でみんな大反対してて、いやこんな怖い写真見て入るやついるわけないって言っていやうちはいいんだ逆でと、もう一枚見つかったからこれもちょっと、あ、どうぞ、すごい、ね、これお正月ですね、これもさ、笑っちゃうのがさ、向きとかもさ、これ本当にバラバラの向き向かせててさで自分ど真ん中でかもう柱寄りかかりみたいなさしかもね、これね、お正月のあの新年に撮ったんですけど、これ後ろなんか全然知らない会社なんですよで沼倉さん、これ人の会社の前で撮ったらダメですよって言われたんだけどここが一番いいって言って撮ったら会社の人がなんか出てきちゃって、何やってんですかみたいな感じで、でとりあえず1枚撮って逃げろっつって撮ってすぐ逃げたんですだからこれ逃げる10秒前ぐらい、奇跡の写真、奇跡の1枚ですこれ、すごい、でも満足しそうな顔してるの沼倉さんだけだぜそう、まあ、これもみんななんだっていう、なんで寒い中写真撮らなきゃいけないんだみたいなおまけに女の人も今回初めて登場してるからね、この写真ね、初めて、うん、いやなんかね、なんかみんな同じことやるんですよ、要はスタートアップもそうなんですけど、その例えば
ピッチの大会とかね、うん、僕らスタートアップってそれプレゼンするのピッチっていうんですけど、うんうん、ピッチの大会でもみんな同じフォーマットで同じ話し方でやるんですよ、うん、だから僕なんかそれが嫌 で、うんうん、で写真も大体みんな和気あいあいとした写真とか、うん、笑い合いながら、うんうん、とかでもうなんかそういうみんな同じのが嫌で、うん、だから2年前ぐらいにあのテッククランチっていう僕らの業界で、うんなんかそういう登壇するピッチのバトルをするやつがあるんですけど、やっぱ全員みんなそのパワーポイント使ってやってたんですけど、僕はまず音楽流すって言って音楽流したんですよ、はい、で70年代 の、 あの R&B 流しながら、でパワーポ一切使わずにムービー作って、もうムービーで流して、だから喋る内容は全部カンペ見ないでもう丸暗記してでやるっていうのをやったんですよ。そしたらさすがに70年代の音楽みんな分かんなくて会場で笑ってたのはあの外人だけこんなのミレニアムにやったって分かんねえだろお前って後で言われたんですけどいやそれでいいんだと、お前が分かってくれりゃいいよって。なるほど。一応ピッチが終わった段階で、いやなんか新しいピッチのスタイルが爆誕しましたねって、うんまあ、当時の編集長の方に言われたんですけど、うんうんうん、だからなんか人がやってるのじゃないことをやりたいわけですよね、うんうんうん、だからこの写真もそうですし、そのピッチとかも、うんうんうん、でも VR ももしかしたらそれかもしれないね。なるほどなるほど、うん、だって別にお金儲けたいんだったらいくらでもあるんですよ、うん、今だったら、うんうんうん、それこそ別にディスってるわけじゃなくて、うんうん、そう HR とかね、うん、あのバックオフィスとか、うんうん、もう日本だ流行りそうなやつっていろいろあるんですけど、うんうん、あんまり面白いなと思わなくて、うんうん、むしろそういう VR みたいな、うん、もうあまりにも逆に先過ぎちゃって、うん、今だときついだろうなみたいなやつの方がやっぱ面白いし、うん、なんか趣味的にも楽しいんで、そうだよね、はい、っていうような感じでやってますよね。いやなんかだいぶ沼倉さんの人柄的な話になってきたけどさ、俺だからあの沼倉さんが、まあ、俺沼倉さんにサウスバイサウスウェストっていうねアメリカのイベントのことも実は最初に来た俺沼倉さんだと多分思うんだ自分が、はいはい、6年前ぐらいかな多分初めて会った当時で、うん、沼倉さんが前の会社でさ、はい向こうに何本もそうサウスバイサウスに今もうみんなよく知ってるイベントになったけどあの持ってって、うん、であのっていう話しててであのその時の当時の映像かな、もしかしたらその後の映像かもしれない浴衣みたいなの着てさ、なんかここにカメラいっぱいついた、それは頭にはげてさ、2年後か3回目ぐらいですかね。本当？じゃあその後だね。行っててさ、一生懸命アメリカでパフォーマンスしてたじゃん。だあの時の映像とか見てさ、俺こいつぶち切れたの。3回目ぐらいですね、確か。3回目ぐらい、うん、あのサウスバイ行った時の。俺だから最初に会った時の沼倉さんって、まあ、紹介で会ったんだよね。だからあの時の最初の沼倉さん結構ちゃんとしてきたのよ、最初の頃は真面目な格好して。いやちゃんとしてますよ。してないしてないからいつもニベアでピカピカだからそうちゃん、まあ、もちろんちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるんだけど外観の服装もちゃんとして、もう喋り方もしっかりと律儀な感じですごい真面目な感じで来られてたから、お、まあ、すごい律儀な真面目な社長だなと思ったのが最初に一緒だったの、うん、それがだんだんさ知っていくうちに、なんだ新橋でなんかわさびののり巻きみたいな俺にすげえ食わされてすげえ俺大好きなんだって居酒屋ね、そう、はい、わさびのり巻きすごい食わされて、あとそのサウスバイ行ってはこのなんか変なこういうあの360度のカメラについたやつね、はめて浴衣でさ、そうちょっとなんかメイクしてパフォーマンスしに行ってんのよ、テックイベントにね。でそういう人 でもうタイムラインはさ、もうニベアの話とさ、あと なんていう あの秋葉原用語みたいなのもガンガン使ってくるじゃない。そうだから、なんだろう、ゲちっちゃなゲだよね。ああ、あれはね、秋葉原用語っていうか、うん、昔のパソコン通信の用語です。そうね、俺が分かんない言葉を使ってくるわけ。そういう人はだんだん分かってきて、あ、この人すげえ複雑怪奇な人なんだなっていうふうに思っていったのはよく覚えてるのよ。そうですね、だいぶだから僕ね、アンタッチャブルですよ、みんな。なんかさ、なんか関わるとやばいんじゃないかと思って、みんなあんまり関わらないんですよ。で、だいたいこう、まあ僕、よくそういう写真とかもね、年がら年中載せてるわけですよ、うん、で酔っ払ったら撮れて写真撮ったりとか、うんうん、あなんかふざけてる写真も載せるんで、うんうん、よく怒られるわけですよ、うんうん、あの沼倉さんの投資を受けてる会社の代表がこういうの載せちゃダメですみたいな、うんうん、でよく怒られるんですけど、うんうんうん、うるさいと、うんうん、うるせえバカと思ってまあ載せてるんですけど、だからみんな多分やばいと思って、うんうん、あんまり絡んでこないですね。なんか一応遠巻きに見てるみたいな。なんかあんまり近づくと巻き込まれちゃうから、だいたい遠くで見てますよね。うん、
でもだってまあ大体そうなんですよね。スタートアップの代表ってみんな真面目なことばっか書いてて、うん、もうなんかあんま面白くないのみたいなキラキラしたことばっかり書いてて、うん、いやなんかコメントしづらいわいやなので僕はもう素でいこうと、うんうん、だからなんかあの年を取ると赤ん坊に近づくって言うんですけど、もうまさにその通りで、まいうん、いやもうどん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 もう巣に近づいてって、70ぐらいのおじいちゃんだけど、ね、いやまあだそんな感じですよ。え沼倉さんごめん、お年聞いたことあると思うけど、今いくつなの？45です。あ、めっちゃ肌綺麗。めっちゃ肌綺麗。今年46ですよ、ね。歌舞伎役者買ってくらいだ、ね。めっちゃ綺麗。なんでそんな綺麗なんですね。すごいよね。いや別に顔を洗ってスキンケアをして日焼け止めを塗って、うん、マッサージをしてればこうなるはい、いやさっき話したよね、あそこにロイカーも、うん、あのニベア塗るんだって毎日、うん、ほら塗りほらなんでニベアほらじゃないかニベラーがいるわけですね隠れニベラーですよあニベアを置いといたら踏めないですよきっとキリシタンみたいな感じででも最近さ、沼倉さんは井口さんともすごいあれだよね、最近つるんでる機会多くない？いやあれは、うん、まあなんかここで言っていいのかどうかもわかんないですけどあの要は井口さんっていうのは僕が一番最初にアメリカに行った時に、うん、そのサウスバイに一緒に行ったんですよ、うんうんうん、だからそこからの付き合いなんで、ね、あ元あの世界カメラの井口さんね、うん、2011年にその当時僕がそういうスタートアップってなんだろうなと思って、うんうん、いろいろウェブとか見てたら、うん、なんか変なもじゃもじゃの頭したやつが海外でなんか変なピッチしててなんか激受けだったんですよ、うん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 、当時って日本人があんまり海外でピッチしたりとかそれが話題になることなかったんだけど、うんうん、その井口さんが向こうでピッチしたのがもうドッときてて、うん、もう激受け、世界カメラの時、世界カメラの時、うんうん、何これと思って、うんうん、あこの人ちょっと会ってみたいなと思って会いに行ったわけですよ、うんうん、で会いに行ったら、いや沼倉さんサウスバイ、うん、いいですよっていうから、うん、で僕サウスバイ行ったんですよ、行ったと、うん、っていうつながりだったんですけど、うんうんうん、でまあ井口さんもいろんなね、あのスタートアップ、うん、あのいろいろやってて、うん、で、まあ、去年ちょうど僕が調達困難な頃に、うん、井口さんもやっぱ調達苦労してて、うんうん、でいや大変ですわと、うん、あでなんな大変なんだったらなんかなんかホテルとか泊まってないんで俺んち泊まれいいじゃないかっつってで泊まってたって言った井口さんのところ泊まって、あ僕家にね、あこっち行くの、僕家にとそうっていうので最近よく会ってた。なるほど。まあでも井口さん明日からねまたサンフランシスコ行くんでね。なるほど、うん、俺が井口さんのこと追いかけられてるのはだから世界カメラのあとシンパシーでしょ、テレパシー、まあ、テレパシーか、うん、テレパシーでボールがあるじゃない、ああよく知ってますよね、うん、そうでその後今どうなってるの、井口さん何やってるの、世界カメラ、うん、テレパシータブ、うん、ボール、うん、でベイビー、あベイビー、うん、そうだっていうのがあって、うんうん、でその後トランスペアレントっていうのをやって、うん、で今新しいのをまたやろうとして、また別なの、そうだから、うん、まあ、あんだけやってんのにまだやんだみたいな、うん、今度のは、まあ、言える範囲だと思うんだけど、今度はどんな領域なの、今度はねまあなんか音声系です、あまた声、そうそう、ボールぐらいから声だよね、いやだって多分ね、もう僕らって、うん、多分井口さんに限らず、うん、あの小説家と一緒で、うん、処女作と同じテーマをずっと書くんですよ、うん、かっこいいロマンティックそう急にロマンティックになった、僕がねもう常にテーマは変わらないんですよ、うん、もう最初に追いかけたテーマをずっといろんな形で書く、うん、で、まあ、井口さんは多分そういうテーマなんですよね、うんうん、で僕も多分ずっと同じことやってて、うんうん、僕の多分テーマってコミュニケーション、僕はあの小学校の頃に初めて、当時はまだパソコンじゃなくてマイコンって言ってましたけど、うんうん、マイコンっていうのを初めて、うん、で当時あのパソコン通信っていうので、うんうん、その今のインターネットのドメスティック版みたいなやつやってて、うんうん、で遠くの人と話して、うん、で初めて会いに行ったわけですよ、僕が初めて会いに行ったの13の時で、うんうん、秋葉原でそのオフ会っていうのやって、うんうん、でもう僕の10いくつ上みたいな人が来て、うん、あなんだ沼倉くんって、まあ、僕のハンドルネームショータマってハンドルネームでしたけど、まあ、ショータマって13歳だったんだって、ね、もう向こうも驚いてて、うん、あであこれやばいなと思って、うん、もうそっからずっとテーマはコミュニケーションで、なるほど、パソコン通信があって、うんうん、でそれから今度ダイヤル Q2 っていうのが当時始まって、うんうん、まあご存知だと思う、俺もハマってたよ、そう、うん、ダイヤル Q2 でやっぱり電話した人の家を渡り歩いてたわけですよ、うん、おおすごいね、高校も行かないで、うんうん、でバンドやりながら
ながら家に帰ったら、うん、パソコン通信とかダイヤル Q2 とかやって、うん、そこで知り合った人に泊まり合って言ってて、うんうんうん、だからもう東京から大阪とか兵庫とか行ったりして、すごいね。そうでやってて、やってたら今度は19歳になったら、うん、今度急にインターネットが出てきて、うん、あなんだこれ世界中とつながるのかみたいな、うん、やばいだろってもちろん当然やるわけですよ、うんはい、だから一番最初まだプロバイダーが2社しかなかったのかな、うんうんうん、あの IIJ とベッコアメっていうのしかなくてそう当時2社しかなくて僕はまあベッコアメ入ったわけですIIJ 高かったんだけど、うん、で、まあ、インターネットやって、うんうんうん、で最初もやっぱいろんなサイトとか見に行って、うん、ホームページを、うん、で CUC見て当時この丸っこいカメラ買って、うんうん、でオーストラリアのやつとなんかチャットとかしてあやばいなこれと思って、うんうんっていうのを今もやってるわけですよ。でそれが今は VR だっただけで、うんうん、形が変わって形が変わってもずっと同じことやってる、うん、なるほど、うん、じゃあ根底にあるのはもうやっぱコミュニケーションというかそうでしょうねっていうことだということなんだね、はい、うん、うん、だからもうほんとずっと同じことやってますよね。なるほど、うん、だから僕の一番最初のアルバイトって16の時に当時のパソコン通信の草の根 BBS の、うん、BBS っていうのがあったんですけど、うん、掲示板の、うん、のシスオペのバイトをやったんですけど、うん、それが一番最初で、うん、だから多分ずっと同じことやってるんですよね。そうだよ。だから本当にさ、例えば今ほらチャットチャットって言うけどさ、うん、俺たちから言えばICQ のさ、そう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 、メッセンジャーと何が違うのって思うくらい別に昔からあることじゃない、うん、あのそう ICQ があり Yahoo があってね、そうそうそう、メッセンジャーとか言って出てくる、そう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 あの頃からあんま変わってない、あんまり別にねっていう気持ちで見ちゃってるんだけど、うん、そうそうそう、やっぱそうだよね、うん、だからあんまりね時代が変わっても変わらないというか、うん、まあ昔よりちょっと早くなったりとか、うん、範囲が広くなったっつうだけで、うんうん、あんまりやってる内容は変わんないですよね。だからそういった意味で言うとさ、だからその三次元空間の話に戻ってっちゃうんだけどさ、うん、まあ俺の時代、俺の感覚だとさ、もう俺も結構気合い入れてた時代もあったからさ、メタバースのセカンドライフの空気感っていうのに、あの、まあ、デジタルハリウッドの流れもあって、自分で麻布十番でもお店持ってるところでも三淵水さんっていうさ、はいはい、教授さんにも来てもらってわーって交流して、うん、使い方みたいなのも結構やってた時代もあって、うん、でそれからだいぶ時があって今度の VR っていう流れがあって、そのまあ、今のコミュニケーション、うん、その 3D 空間の中でのコミュニケーションって今後もう一回こう発情してくることってありえるのかしらね。どう思ってる、そういうのって。まあ何ですかね、僕らって結局仕事するにしても遊ぶにしても誰かと話したり会ったりとかするのって多分10万年前から変わってないわけですよ、うんうんうん、だから多分10万年後も変わってなくて、うんうん、だそれが合ってんのか、それとも電話なのか、うんうん、それともインターネットなのか VR なのかっていうぐらいの差で、うんうん、多分当然やるとは思いますよ、うん、なるほど、うん、ただもしかすると今僕らが考えてるやり方じゃないやり方になってる可能性が高いですね。それはどういうことかっていうと、今の VR とかって割となんか80年代とか90年代の映画のイメージが強くて、だから大体みんななんかこう、うん、UI とかもこんなことやったりとか、うん、なんかトム・クルーズみたいな感じのをみんな想像しがちなわけですよ。こうやって空中でボタンを押すみたいな。ただあれってちょっとオールドスクールかなと思ってて、オールドスクールちょっとオールドスクールだなと思ってて、やっぱ昔の SF のイメージ、多分僕らが本当に日常的に使うやつはこういうのはやらないで、ほぼ多分音声だと思ってます、ね、うん、僕はボイスユーザーインターフェースとか、うん、あとナチュラルユーザーインターフェースとかっていうような言い方をまあするんですけど、うん、要は僕らが人とやってる時と同じやり方をする、うんうん、僕らが人とやる時っていうのは自分のデバイスを使うわけですよ、うん、この10本の指と目と、あとこの音声出す口と聞く耳と、うんうん、多分 VR とか AR とかっていうのも多分同じデバイスを使ってやる、うんうんうん、でそれを使ってやると、うん、今までのパソコンみたいに、うん、そのメニュー開いて何々とかっていうんじゃなくて、うんうんうん、見たものを口で例えばこういう風にするとか、うんうん、こういう風にしたいみたいな感じの命令を多分出すように、うん、おそらくなるだろうなって、でその間を吸収するのはAI とか、うんうん、そういったものが間を吸収してくれて、なるほど、うん、っていう風になるんじゃないかなと思ってます。なるほどね、なるほど、うん、まあ、最近ほらやたら目につくのはそのスマホの次のもうインターフェースっていうか、スマートな先みたいな話になって、まあ多分僕もそう思ってるけど、まあ、画面見ながら一生懸命中華料理にたどり着くみたいなのはなくなると思うんで、うん、そうですね、やっぱ耳
で聞きながら、あの声でナビゲーションを受けながらみたいな世界観に当然寄っていくっていうのは当然の理だと思うし、だからあの声がすごいね、大事な感じになると声がいいからね。あ、僕ですか、うん、あ、そうですか。ありがとうございます。声がいいからね、うん、声上げです。声上げてくるからね。多分10年後15年後は、うん、え、昔って何、こうやって画面こうやってやってたの、ね、みたいな感じになるはずなんですよ、うん、そうだよね、うん、多分その頃にはあの明日ちょっと新幹線乗るから、うん、3時ぐらいに乗るのの一番いい切符、うん、あの探してって言ったりして、うん、で何時と何時と何時がありますけどどれにしますって言われて、うん、じゃあ2時にしようかなみたいな、うん、感じのもう本当にナチュラルな、うん、多分感じになってるはずなんですよね、うん、なるほどね、うん、なんかさ、じゃ あ, あのもうちょっとフランクにその、今沼倉さんがなんかトピックスっていうかさ気になってること、まあ別にちょっとビジネスサイドのネットサイドでもいいし、もうちょっと趣味みたいな話だったりもいいんだけど、なんか気になってるトピックスとかことってあるの？そうですね、もちろんやる以外でね。僕の気になってるのは、うん、あのケン君のことですかね。誰？分かんない。芸能かなこれ。あ、ケン君というのはあの僕の息子のことです。分からない。ケン君から来るんだ。まあ。健吾結構僕がいつもフェイスブックでつぶやいてるのでだいぶ有名になってきましたけど、うんうんうん、もう多分本人全く知らない間に有名になってますけど、健吾この会話、うんうん、おいくつなんですか？来年高校生ですね、うん、中3、今中3です。もう絶賛反抗期中、うん、もう僕がこうやって見つめても絶対見返さない、喋っても喋らないって、うん、いつも怒った顔してますね、うん、これが今の僕の一番のトピックですね。根枕さんに家庭の空気って感じにくいからね。あ、そうですか。いや、感じるでしょ、感じる。いやないよね。俺ずっとないから。でしょ。俺ずっとないから。あ、そうですか。いや、僕も超家庭の人です、うん、いるよね。だお子さんもいらっしゃるしさ、うん、そうですよ。だって僕会社から帰ったらまずご飯作ってますからね、あのエプロンして。さっきなんか離婚されたって言いませんか。そうなんです、あの離婚して、なんで離婚したかっていうと、前の会社僕一回倒産したわけですよ、うん、でもうあの自己破産してお金もないと、うんうん、で上の子がもう二十歳になりますけど、うんうん、その子は高校行く時の入学金もないみたいな、はい、もうお前いい加減しろみたいになって、うん、でさらにあのまたスタートアップやるとか言い出して、もうふざけんなって言うので、もう出てけって言われて、まあ、あの放り出されたわけですよ、はい、うん、で放り出されて、はい、まあ、今に至るわけなんですけど、じゃあ息子さんと二人暮らしで、息子とは今年の、あ、去年の1月までは別れてたんですけど、うん、なんかもう反抗期で手に負えないから預かれて去年の1月から一緒に住み始めたそう、だからそのまでは僕ずっと会社立ち上げて4年間会社のソファーで寝てました、うん、最初はあの VC のオフィスで寝てたんですよ、はい、一番最初そのうちの会社立ち上げる時にお金ないから、うん、でもオフィス欲しいなと思って、うん、あの何回か会ったことあるベンチャーキャピタルに行って、うん、あのお金ないんですけどオフィス使わせてほしいなって言ったら、うん、なんか沼倉さん面白そうだからいいですよって言われて、うん、よっしゃと思って、うん、オフィス使っていいって言われたのに僕住み始めたんですよ、うん、もうただオフィス使うだけだろうなと思ったと思うんですけどもうその日から住んでるわけですよ、うん、でシャワーもついてても最高だなと思ってでそっからスタートして、うん、でその後もずっとそういうあのシェアハウスにいたりとか、うん、あとは会社のソファーで寝たりしてたんですけど、まあ、息子預かれって言われたんで去年の1月から一緒に住み始めて、うんうんうん、で今1年ですね、今ちょうど、ね、一緒に住み始めて、うんうん、いや沼倉さん、あ、2つ質問したいんだけどさ、はあ、1個さ沼倉さんをさそこまでそのスタートアップというかね、その新規の立ち上げにさ駆り立てるものっていうのは何なん、なんだろうね。性癖ですかねそうだね、はい、沼倉さんの場合そうだね、フェチズムだね。そう、フェチでしょうね、うん、もう趣味超えてますね。そうだね、もうこの痛めつけられてもうでもそれでも立ち上げていくこの感じ感でしょ。はい、まあ、この話もよくフェイスブックに書くんですけど、よくなんかこう何していいんですかとか、そのスタートアップとかやるのにどんなことやったらいいんですかとかって僕言われるんですけど、あの好きなことやればって言うわけですよ。でなんで好きなことやった方がいいかっていうと、好きなことだときつくてもやめないんですよ。でその好きなことって
あの本当に好きなことじゃなきゃダメですよ、うん、だから僕がよく例えに出すのは痴漢なんですけど、うん、あまり女性の前で言うのはあれなんですけど要は地位も名誉もある人がね、うん、あの見つかったらもうそれもなくなって逮捕されちゃうのにするわけですよ、うん、本当好きだからやると、うん、もう止められないわけですよそうだからねもう周りがどんなにやめろって言ったってやるんですよ そう、だからそれと同じでもうVR だってスタートアップそうあのこんなの流行るわけないよって言われて、うん、ああそんなの無理だって言われて も、うんうん、もうやるわけですよだってもうやりたくてしょうがないです、うん、スタートアップは性癖だとそう性癖だ性癖でやるのが多分一番よくてこれ今日格言だねそうですメモっといた方がいいですねちょっとメモってください、ね、スタートアップは性癖だと言 う、 そうです、ね、メモって社長がいましたとこれネタになるよ本当にネタになる沼倉さんっぽいね。いやでもね、本当その通りね、うんうん。これなんでかっていうと、うん、ちょっと真面目な話するとね、うんうん、あのパタゴニアっていう会社、うんうん、これあの代表イボン・シュイナードってやつですけど、うんうん、要は彼はあの社員がね、うん、あの要はサーフィンとか、うん、山登りとかのこうグッズを出してるわけですよ。うんうん、あの着たりとか、うんうん、あのバックルとか、うん、で要は海に入りたくなったらもういつでも行けと、うん、仕事休んで行っていい。山に登りたくなったらいつでも行けと、うんうん、それが大事なんだって言ってて、うん、なんで大事かっていうとじゃあそれでサーフィンやったり山登りしたりしてると、うん、もっとこういうふうにした方が使いやすいんじゃないかとか、うん、もっとこういうふうにすると実用的なんじゃないか、うんうん、っていうのが思い浮かぶとながら、うん、真剣に遊んでると真剣にやるから、うんうんうん、だからもう社員はみんなサーフィンに行けと言ってるわけですよ、うん、なるほどこれで全く同じ考え方です、なるほど、うん、だからまあ性癖っていうとねなんかちょっとあれなんだけどやっぱり自分の好きなこととかやると周りがどんなにやめろって言ったってどんなに苦しいことあったって結構やっちゃうんですよ、うん、だから釣りとか行って多分朝早起きんのも早く起きんのも大変だしで冬に行きゃ寒いわけですよ、うん、だけど楽しいからやるわけですよ、うんうん、だからこれがもし仕事で朝早く起きて寒いとこ行けって言われたら多分嫌なんですよ、うんうんうん、だからこれが釣りだったら やるんですよ、うんうんうん、だから多分スタートアップの一番大事なのは好きなことをやる、なるほど、うん、そうすると誰が止めようが絶対止まんない、なるほど、うん、多分もうどんなにやめろってもやめない、なるほどなるほど、うん、なるほどね、うん、と思ってますよ、なるほどね、もう一個はねあのなんだろうな、ま、沼倉さんの意見を聞きたいっていうのを感じかもしれないんだけどさ、あのみんなね沼倉さんでお子さんいてさ奥様もいたわけじゃいるわけじゃない、で、みんなそういう人が、まあ、大半、そんな中でさ、なかなかスタートアップとかさっきみたいに好きなことで生きるっていうことが、うん、なかなかできないでいる人っていうのもいっぱいいるじゃない、ああみんなやっぱ俺もそうだし、うん、みんなそうだと思うけど、みんなほら守るべきものがあれば、うん、それなり考えることもあるじゃない、うん、でそれを、まあ、ブレイクスルーすることがいいのかどうかっていう議論もあるのかもしれないけど、まあ、仮にねじゃあ、それでも自分に素直に生きることがいいとすればさ、うん、そういうものをまあ、打ち消すというか乗り越えるというか、っていうことってどういう気持ちの持ち方だったりとかマインドを持ってるとそういうふうになれる、またはそういうきっかけが作れると思う？ああそれ難しいですね、うんうん、それこそ僕家族のことは愛してますけど、うん、愛してても無謀なことをやるわけですよ、やっちゃうじゃない、うん、だからなんかある意味家宅の人じゃないとダメで、家宅ってどういう意味？あの、まあ、昔家宅の人っていう作品があったんですけど、うん、要は家族を顧みず、うん、もう自分の好き勝手なことをやるっていう、うん、だから不幸になるわけですよ、うん、家族はね、うん、だけど本人は幸せなわけですよ、うん、みたいな側面を僕は持ってるので、うんうん、だから必ずしも全然いい父親でもないですし、うん、家族を思ってても思う以上に自分がやりたいことやったりとかするので、うん、だから全然いい人間ではないので、うん、だからむしろ真面目な人はやらないんじゃないかなと思いますよ、うん、なるほどね、うん、別に進めることもない、進めることもないですね、うんうん、だって多分進めなくてもやるやつやっちゃうんですよ、うんうん、でやらない人はどんなにいいよって言ったって悪魔みたいに支えても多分やらないです、うん、まあそうだよね、うん、でもそのねやっちゃうとやっちゃわないで終わる人のここの線の中にここにたくさんの方がいらっしゃると思うのは、すごくこれは別に超えれば超えたやつが選ぶわけでも何でもないし、超えない人が何か問題があるわけでも何でもないんだけど、超えないで終わる人の方が多いから、どうなんだろうね、そういうなんか大胆なさ、まあ、今の話聞いてて俺はすぐに横山氏のこと思いついちゃったくらいだけど、あ芸人っぽいですね
も多分それってそうなんですよ、あの僕が不器用だからそうなんですよ、うん、もっと多分能力高い人だったら両立できるんです、うん、そうだよね、家族も守りながら自分のこともできるけど、うん、僕できない、うん、あの不器用なんで、うんうんうん、なんでそうなっちゃってるだけです、うんうんうん、そうだよね、ちょうどいいさ、うまくこう行ったり来たりできるような器用な人もいるじゃない、うん、なんだろうな、分かんないな、例えば別に合ってるかどうか分かんないけど、例えば芸能人岩城浩一みたいなさ、うん、あの飛び越えない部分は飛び越えてないけど、うん、飛び越えてる部分は飛び越えてるように見えるような、ような生き方の人って結構いるじゃない、うんうん、だからそんな人のいる中で沼川さんのは俺、まあ、結構昔から付き合いがあるから知ってることも多いけど、あのすごくそういう人じゃなくて本当にあの素直に飛び込んでいっちゃう人だから、あのでもすごく貴重で、あのなんか大事にし、俺が言って変だな、大事にし、大事に いてね、いや告白みたいな、変わらないでいてほしい、変わらないあなたが、変わらないあなた、変わらないあなたをずっと見ていきたいと思っている。いやもう46なんでね、今年もう46までこれだったらあんま変わんないと思いますよ、うん、いや分かんないよ、分かんない、いやもう来年急になんか真面目になるってことはないと思いますよ。そうだね、そうそうだね、うん、そうだね、会社でも本当朝から晩まで怒られてるんで、お及川にでしょ、もう及川もそうですし、及川さんね、及川さんね、まあ及川、あのうちだと及ちゃんって言いますけどね、うん、まあ、もう去年ももう冷蔵庫にあったガリガリ君なんか美味しそうだから食べたら、うん、誰だ食べたのって言われて、あやべえ俺だと思って黙ってよかと思ったんですけど、一応あごめんなさい、なんか1週間ぐらいあったから食べちゃったって言ったら、うん、取っといたんだって言われてめちゃくちゃ怒られたりしました。なるほどね、はい、子供みたいに怒られてますけどね。じゃあ今日せっかくだからね、若い新井君がいるからさ、なんかご質問があったらさ、はい、ちょっと聞いてみようか。ご質問ですか、うん、ご質問、素直にガスンって言ったらいいんじゃない、うん、でもちっちゃい頃とかってなんか、はい、家族家、逆になんか子供の頃 その家庭ってどんな感じだったのかなっていうのがちょっと気になって。人の話だね。うちの親は芸者でした。で僕は親が座敷に出てる間あの料亭の畳で寝てたりしてましたけど、はあ、だから僕は三味線を子守唄で聞いてましたね、すごい、うん、お客さんもこの料亭はなんだ子供が出てくるのかで、みんな怒りながら可愛がってくれましたけどね。あやっぱり変わってんだよ、変わってる、もうなんか、うん、環境がちょっと違かったんですよ。いやもうちょっとあなたのことだからもうちょっとビジネスサイドの話あいやなんかちょっと環境気になっちゃって、なんかすごい彼の人柄に入ってたら吸い込まれてる、吸い込まれるからね。そしたらちゃんとビジネスの話を聞いたらいいよ、うん、どうぞ。いやでもなんだろうな、だってなんかそれ衝撃的すぎて、会社やられてるじゃないですか。いやもうほんと駆け出しですけど、あいや多分いろいろ聞きたいことがあれば何でもどうも。やっぱ最初ってなんかすごいやっぱ大変なのかなっていうのはすごい感じてるんですけど、はあ、なんかどうやってなんだろうな、自分をなんだブランディングというか、ブランディング自分をどんどん出していったんですか、なんか。ああなるほど、なんかどこら辺から受け入れてもらえるようになってきたみたいなとかあるんですか。いや受け入れられてるかどうか僕正直分かんないですけど、あまり受け入れられてるかって言われると分かんないんですけど、僕が正直になり始めたのはやっぱり自分の会社をやり始めてからね。僕も20代、あ10代の時はバンドとかやってて、であとそういうパソコン通信とかの仕事とかしてて、20代から今度秋葉原でお店をやってて、うん、中古のあのソフトとか の、はい、あの販売とかのお店をやってた。それは自分で始めた。いやいや、もちろんあの就職して、あだ当時秋葉原で4店舗僕見てて、うん、でそうでそのお店に働いてたら、今度台湾の会社から、いや実は今度日本にお店出したいのでって言われてヘッドハントされて、うん、で、はい、台湾の店にあの会社に入ったわけですよ、日本の一番最初の立ち上げのあの取締役で、そ、うん、したらやっぱ日本の店出すのやめたって言われて、台湾の店見てくれって言われて、で入って3ヶ月後から今度台湾に行って、で台湾の12店舗あの台北から高雄、台中とかファーレとかにある店を見て、はいはい、うん、でそれがまあ大体2年半ぐらい で、うん、で今度さらにその親会社が今度中国の深圳に工場があるっていうので、うんうん、中国に、うん、で今度中国の工場のそういうあの営業みたいなこと始めて、うんうん、でそこから
中国で仕事するんだったらもうこれ20年ぐらい住まないと無理だなと思って、うん、当時やっぱ向こう の, あの日本人会みたいなところに僕顔出してたんですけど、うんうん、まあ、25とか6でそんなの顔出してるの僕ぐらいで、うん、あと大体40とか50ぐらいのおさんばっかりで、うん、いや沼倉君僕中国来た時にね子供赤ちゃったんだけどねこの前20歳になっちゃったよと言われて、うん、やべえなこれと思ってもうこっち来たらそうなるなと思って僕もちょうど結婚したすぐにあの台湾行っちゃったの、うん、だからお前何のために結婚したんってそこでもすごい怒られたんだけどそうで結局やばいなと思って、まあ、悩んで、まあ、日本戻ってきて最初の会社を作ったんです、うん、でその最初の会社は13年ぐらいやってで、まあ、1回亡くなってでまた今の会社があるんですけど、だから僕もずっといろんなことやってきてたんですけど自分を出し始めたのはその自分の会社初めてからです。勤めてる時はね僕もっと真面目でしたよ、うん、むしろなんか真面目すぎて会社じゃ笑わなかったんですよ、うん、一切その姿はだから最初の頃そうだったよかもしれない、ね、印象的にはもうちゃんとスーツ着てそうもうスーツちゃんと着てで会社では僕いつもこう真面目な顔してやってたんですけど、うん、あの特に台湾行ってた時は日本から部下とかも連れてってて、うん、で上司が疲れたなとか大変だなっていうのは良くないなと思って、うん、一切会社でそういうこと言わなかったんです、うんうん、したらなんかある日昼ご飯の時とかにたまたまその部下がメール書きかけてなんかご飯行っちゃってて、でそのメールが目に入ったら、いや沼倉さんって疲れたとか大変だとか一言も言わないでなんかロボットみたいでもうついていけねえよってその日本人の部下同士でやり取りしてて、いや俺も疲れてると思ってすごいショックを受けて、でその異国の地でね日本人3人で向こう行って、いやすごいストレスだったんですけど、それを出しちゃいけないと思ってやってたら、うん、逆についていけないって言われてて、うん、もう悩んで、うん、で、まあ、その後もまたなんか女子の社員が一斉に全員辞めた時があって、うん、なんか沼倉がなんか多分笑わないのが気に入らなかったんでしょうね。もう女子全員が多分僕のこと嫌ってて、多分あのお茶に雑巾こうやってやられてたと思うんですよ多分ね、おそらく、うん、それぐらい多分嫌われてて、っていうのがあって、あこれ多分僕の問題だろうなと思って、で僕は鏡を見て笑う練習を始めたわけです、まず笑おうと思って、うんうん、で最初はこうぎこちなかったんだけど、毎日鏡見ながら笑ってるとそのうち笑顔になるんですよ、うん、で笑顔になると気持ちも楽しくなるんですよ、うんうん、で「あのいや今日もう疲れたから飲み行っちゃおうか」とか、うん、そういうことを言うようにして、なるほど、うん、って言って自分をこう変えてきて、まあ、あの今みたいになったんですよ、うん、だから結構あの性格とか考え方とかって割と変えられるなっていうのが僕の。結構自分の持論で、なるほど、うん、だからずっとそんな風に来てたんですよね、だから自分も完全にそういう意味ではあのまんま出し始めたのは前の会社、うん、自分の会社作ってからですかね、うん、今はもう超フリーですよ、もうフリーすぎてふざけるなって言われるぐらいフリーフリーすぎですうちの投資家にも怒られる、投資家もフリーすぎです、いや別に死は真面目ですよ僕何にも遊んでないんだよ、はい、まあちょっとそんな沼倉さんだけどね、じゃあもうちょっと後半戦に入っていくけどさ、そんな沼倉さんが、まあ、この後もちょっと未来の話を少ししようと思うんだけど、まあディバスもねもう、5期になるの、5期目5期です、5期目、はい、今5期目、はい、まあ、まず一番近いところの未来でいうと、まあ、今期、まあ、今年か、まあ、新しく年始まったからこの2019年の動きの中で、はい、まあ、言える範囲でもちろんいいんだけど、何か、トピックスというか何かやる予定になっていることみたいなのがあればぜひ聞いてみたいんだけど、今期はですね、うちはとにかくあの、うん、今 VR ってさっき言ったように、うん、それで特にうちみたいにパッケージソフトとか、うん、グローバルのデファクトを取るみたいなことをやってるところで売り上げが立ってるところって、まあ、ほぼないわけです、うんうんうん、だまずそれを達成して、うんうんうん、あの儲かりますよと、うんうん、っていうところを僕はまず出したいなと思います、うん、でそれをやることによってやっぱ国内の VR とか AR とかやってる子たちも多分調達しやすくなるはずなんで、そうだよ、ね、今多分全員 VC は様子見てる、なるほど、うん、誰かがブレイクスルーしないと、そうブレイクスルーしないと多分張り人気ないよね、はあ、だからまずそれをちょっとやってあげたいなと思ってますけどね、うん、ちょっと膨らましちゃうんだけどさ、営業活動ってしてるの？してますよ、なんだろうな、別に日本にクライアントをさ、こう今の SaaS のベーシックなさ、あの
インバウンドとあのアウトサイドのセールスのスタイルじゃないじゃない、グローバルでソリューションを英語で売ってってる感じだから、どういう営業活動してるの？いや普通にドブ対応ですよ国内は。あ、国内もやっぱ連絡してこう行ってる。いやもう普通にお客さんのとこ行って、行ってる、うん、あこんにちはみたいな、うん、感じ。どうですか、どうすか最近。やってる。やってますやってます。で海外は今年はちょっとあの去年その結構苦労したんで、うん、去年あんまり行けてなかったんですけど、うん、基本的には海外も直で行って、でお客さんに会って、うん、で何困ってんのとか、うんうん、どういう機能がいいとかっていうのを直接話したり、うん、あの海外の展示会とかミートアップっていうのやって、うん、やってるので、うち割となんか泥臭いです、ね、あそう、うん、あなるほどね、思いっきり泥臭いです。あそうなんだ、うん、じゃあもうあれだ、今年もしかしたらもっと営業サイドの、人員を、うん、増やして、まあ両方ですかね、営業もそうだし、うん、開発もそうだし、うんうん、人はもうとにかく全然足りないんで、うんうんうん、そこをやっていかないとダメですね。なるほど。だから今も僕営業思いっきり僕直で行ってるんだ、うん、そうだろうね、はあ、うんうんうん、だからまあ本当にいわゆる昭和ですよ。そうやってることは先端だけど、うん、あの仕事は昭和なんですよ。そうだよね、うん、電話したりだ、まさに SaaS 営業でしょ、うん、SaaS のスタイルでね、今のいろんな他の業界の SaaS と同じような営業スタイルを取ってやってるでしょ。そうです、そうです。なるほどね。じゃあちょっとその広げるとさ、ちょっと10年スパンみたいなところでしょ、うん、だから沼倉さんでいうと4055ぐらいかな、うん、のタイミングではどんな、なんかあれをイメージしてる？55ですか、うん、いやなんか多分内田裕也みたいになってるとか言わないでよ。ああ、いや多分趣味やってると思いますよ。趣味やってる、うん、今も趣味だからこれも言うと怒られるんですけどね、僕仕事してるつもりないんで、でも趣味でやってるんで、ただ僕の趣味ってお金かかるんで、だから投資もらってるんですけどこれ言うと怒られます。いやでも素直だよね、素直な気持ちだよね。そう、僕の趣味お金かかるんですよ、うん、で僕の趣味っていうのはその最先端のことやってたいんで、最先端のことをおもちゃで遊んだりとか、うん、ソフト作ったりとかするには、うん、やっぱり最先端の仕事してなくちゃいけなくて、うんうんうん、でグローバルで最先端のことやってるやつらと友達になって、うん、仲良くなってそういうことやりたいので、うん、だからそれをやるためのをずっとやってますね、うんうん、だから多分10年後も同じことやってるんじゃないですか、ね、あそう、55になっても、うん、あのもう IT とかいわゆる、都心型の発想の中でガリガリやってる、やっぱり、うん、やってるでしょうね。やってるか、うん、本当。なんかそういうほらさ、別に地方っていう言い方がいいか分かんないけど、のどかな場所でゆっくりと絵を描くとかさ、うん、南の島でゆっくりとバーを開くとかさ、はいはいはい、そういう発想っていうのはないの？あ、もうかけらもないですね。かけらもない、もうまるでファックですよ。まるでファック、もうすごいね。もう朝から晩までスマホ見てます。見てる、もう IT、うん、ガリガリ。そう、僕もだってツイッターの僕の投稿の時間とか見ると24時間投稿しますもういつ寝てんだよ。そうだね、そうだね、そう、まあ一応年取ってきたんで最近眠りが浅いわけですよ、うん、1時間か2時間でまあ頻尿で起きたりするわけですよ、うん、でもう起きるたんびにスマホ見て、で起きるたんびに投稿してるともう24時間投稿とかしてるわけ、うんうんうん、それがいい。そうだから、あの沼倉さん、あのデジタルデトックス した方がいいんじゃないですかとか言われるんですけど、もうほんとクソだと、もうファックだと、うん、もうデトックスなんかする必要ないと、もうデジタル付けでいいんだ、あのピー入れといてくれるずっとピーツピーあれでピーみたいなそこまで好き。そうだ、寝る前にスマホ見るなとかよく記事であるじゃないですか、うんうん、もうそんなのもうガン無視ですよだって僕スマホ持ちながら寝てますからね。でこの前あの寝落ちまで持ってる。そう、シェアハウスにいる時によく人に言われたんですけど、僕公園寝ながらスマホ落とさないんですよ、うん、寝てこうやって持って寝てるそうなんですよね。で手緩んで落ちるじゃないですか、もう避けますからね。でも、もう信長だなと思って、信長だもう切り替えられても寝てても避けるみたいな、いやほらあの実際はね45でしょ、俺48なのよ、うん、だから3つしか違わないじゃん。だからなんで追い方ってそんなに変わんないと思うのよ。まあそうでしょうね、うんうん、それなのになんで俺ってここだけこんなにかけ離れていくの。俺も南の島に永住するっていうのが夢だから。ジェイさんがやりたかったことを全否定されたこと全否定されたことじゃあちょっとさ、俺沼倉さんの話しないからちょっとここ1分ぐらいちゃんと俺 の, あの最終的な形話させてもらっていい？はい、どうぞ。俺
あのもともとヒッピー上がりでもあるから、そう南の島のね海岸沿いに同じ価値観を持つ家族4人で4組で、まあ、アンビエントバーをベースにした、まあ、たまり場を作る場所を作りたいなと思ってるの、うん、でそこの名物店長になりたいなと思ってるの、うん、でそれはなんと俺も一応ここまで50歳まで一生懸命この東京で笑ってます。どうでもいいってこう聞いてますよね。聞いてますよね。聞いてますよね。聞いてね。ビジネスのことも一応やってきたじゃない。だからそういう南の島にさバケーションで来る、北米だったりとかヨーロッパの、ビジネスサイドの人間たちが、うん、この名物店長に癒されに毎年遊びに来るっていう空気で俺にデトックスされてもまたビジネスの世界に帰るっていうようなそういう名物店長に最後の余生はそれで締めくくりたいっていう夢がある。なるほどね、うん、なんかある意味キラキラ系ですよね。本当になんかもうどこいやキラキラ系ってなんかもう夢語ってるもうすごいキラキラ系じゃないですか。僕逆に言うともう超なんか現実系、うん、なんかもうもうずっとデジタルみたいな、ずっとデジタル、ずっとデジタルな。俺それすごいよ。うん、だからなんかすごいこう眩しいですもん。見てらんないぐらい眩しい。バカにしてるじゃん。本当にバカにしてるじゃん。バカにしてる。本当に本当にいや本当ねいいなと思いますよ。うん、僕だって Wi-Fi と電源がなかったら死んじゃいますもん。本当にそうアルチューみたいなもん。アルチューみたいなもん。そう、うん、だって Wi-Fi なくてネットに繋がんなかったら僕もう途端に不安になりますよ。もうあの不安になってあれですよ、あのトム・クルーズとあれの映画のお兄ちゃんみたいな感じですよ。あの落ち着かないああってああいう感じですよ。古いしさそうネタが古いしさトッツィかな違うな。いやトッツィトッツィは同じだよ。レインマンか。そうレインマンレインマンレインマンだ。そうダッシュボンバーの話だから。そうダッシュボンバーの話。そう古いんだよ。もうパニック起こしちゃって繋がってないだから最近飛行機の中ってもう Wi-Fi 通ってるじゃないですか、うん、あれ最高ですよ。最高おあのほっとすんの。いやもう前までは、うん、飛行機の中プルプル1回なんか異次元みたいになるんですよ、うん、要はネットから離れて8時間ぐらい、うん、なんか何すんだみたいな感じになるのが、うん、もう今はもう羽田とか成田からもう LINE しながら、うん、もうやってりゃすぐ着いちゃうわけですよ、うん、もう山手線と変わらないですよ、うん、もう飛行機がもう僕の的にはもう山手線みたいなもんもう最高なんですよ。最高もう最高なんだ。もう最高飛行機は最高の山手線。もう最高ですよ。南の島なんか行ったら関係ねえよ。怒っちゃうよ多分。Wi-Fi 入んないのはもうないですね、そんなの。分かった。そうだ、僕 Wi-Fi と電源とシャワーあればいいです。そうだね、うんまあ、この3つさえあれば OK で、でシャワーが水がちゃんとお湯が出て勢いがあれば最高、うん、そうかもうそれぐらいお風呂はいらないですね。お風呂いらない、ね、だって携帯触ってる方が大事なんだ。大事だね、うん、ゆったりしてるよりは携帯触る。俺ここまでだとは思わなかったのモデルさんがまあちょっとね、まあ、ラストトークになっていくけどさ、じゃあもうちょっとスパンするわけね。沼倉さんのさ、まあその最近で就活的な最後のよ最後の人生の最後の締め死に際、うん、みたいなのって、うん、どうだったら理想的だなって思う？奥さんより1秒でもいいから早く死ぬことですかね。そうあロマまたロマン急にロマンティックになるのね。うん僕多分耐えられないと思う。うん一人奥さんがいなくなって、うんうん、まあ奥さんってもう離婚されてますけど、なんで？いやいやいなくないいなくないいるからいるね。だって僕ほら離婚今ラブコールよ今指輪してるから。なんで？いやいやなんでってだから愛してるんだよ。そう。そうだ今でも毎日、まあ、朝から晩まで LINE 送ってるんでね、うん、まああの10回か20回に1回ぐらいしか返ってこないから。ストーカーそれ。まあストーカーみたいな社員にも気持ち悪いって言われてなんて見えるんですか。いや朝起きればおはよう、うん、今日も暑いよとか寒いよその目線がまたほら、うん、見てあの目線ちゃんと上着した方がいいよとかって言って、うん、昼はあのそろそろご飯の時間だねとか、うん、今日は何食べんのとか夕方ぐらいになればそろそろ仕事終わるよっていやもうちょっとだから頑張ろうねみたいなっていうのをずっと送るわけです、うんうん、だからもう一日中送るわけです。怖えよみんなに言われる怖いって、うん、そしたら奥さんにたまに帰ってくる。たまに帰ってくる。何て帰ってくるんですか。あ、ありがとう。おおって。
もうあとほとんど帰ってこないですよね。うん、で、うん、前までは帰ってこないと何してんの、なんで帰ってこないのかなとかってずっと送ってたんですけど、でもそれでも帰ってこないから。強烈やね。最初ロマンティックだったけど、もうすでにストーカーの話になっちゃったからね。ちょっとね。でそれをケン君に言うんですか、帰ってこないよ。あ、ケン君にはね言っても多分帰ってこない。ケン君から帰ってこない。またこれでケン君だいぶ有名になっちゃったよ。いやもうちょっとね、ケン君は僕はもう密かにあの二代目襲名させようかと思ってる。ダメだってこのキャラにさせちゃったら。ケン君がケン君でないくなっちゃうからね。いやもうケン君はね、もう沼倉翔吾の息子としてデビューさせたいなと思って。まあちょっとね、30年後の沼倉さんの姿が見えきれなかったけど、ただまあロマンティストだってことは分かったね。うん、いやでも耐えらんないですよ本当に、あの好きな人が先に死んだら、もう多分あのゴッドファーザーのパート3のラストみたいになりますよ。おおみたいなね。アルパチーノみたいな。ああなると絶対分かんないよね、若い子はね。分かんないですけど。そうだ、1秒でもいいから先に死にたいですね。そうか。うん、まあちょっともう沼倉さんディープだったでしょ。ディープです、面白すぎる。うん、今日はもうこの後ピザを抱えてね、あ、そう、ちょっと裏側のサイトでさ、そうそうしましょう、うん、語りきれないから、ね、一旦表のフロントはね一回下ろしていきましょうか。及川先生、社長意外と早かったですよね。もうこれでも1時間ぐらい喋ってる。あっという間ですね。そうそうそう。じゃあもう後でまた喋ってもらうから。いや、まあ、朝生でいいです、ね、そうなんですか。じゃあまた次回に向けてね、はい、やっていきましょうか。そうですね、はい、今日のゲストはリバースの最高経営責任者沼倉社長でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。